今日は水曜日ということで夜8時半から生放送をやります。今回もぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。さて僕は今栃木県の宇都宮市に住んでいますから、生放送をやるときに、まあその水曜日にはですね、毎回横浜まで行ってるんですよ。そら遠いなってね、思われる方結構いるんじゃないかなと思うんですよ。ただこの電車の時間って割と集中できるんですよね。まあだから読書の時間に当てたりだとかいうことで結構有意義に過ごしています。でまあ横浜行って生放送やって、夜はホテルに一泊っていうね、そういうルーティンだったんですけど、まあ今日はこれご覧いただいて分かるように自宅なんですよ。なぜかっていうと濃厚接触者になってしまいまして、家からちょっと今出れないんですよね。数日前に妻が体調不良になりました。まあ、それで病院に行って、まあ、受診してですね、 PCR 検査も受けたところ陽性反応だったんですよ。オミクロン株以降やはり感染力が高いですから、これはもうちょっとしょうがないと思います。症状としては熱がなかなかこう下がらずにですね、であと咳というか喉も痛いと、この症状で考えるとまさに風邪のような感じと言えますよね。で濃厚接触者となった僕はどうかっていうと、まあ、今のところ全く何の症状もないですね。まあ、熱も測ったんですが6度5分とか土平熱ですよ。ただ濃厚接触者なので、まあ、その発症するしないに関わらず、まずはやっぱ待機が必要になってくるんですよ。栃木県のホームページを見ますと、新型コロナウイルス感染症にかかる濃厚接触者の自宅待機は待機期間が感染者との最終接触日から7日間ですが、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は5日目から解除が可能となります。またこの場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しませんということです。今の説明の通りなんですが、まあこれ普通は7日間なんですが、まあ最終接触日から7日間なんですが、4日目及び5日目の抗原検査キットで陰性ならまあ解除可能だと。でこの間も食料等の買い物は可能だということです。まあそれできなかったらね、そのコロナとか関係なく餓死する可能性あるし、妻の陽性が発覚してまあちょっと寝る場所なんかも分けたんですが、まあ、やっぱりちょっとこう気休め程度ではありますよね。で今日電話で妻が保健所の人とやり取りをしていたんですが、まあ、熱が下がらないということでホテル療養にこれから切り替わります。いや本当ね、これ以上悪化しないといいんですけどね。まあ、そんなわけでね、僕は自宅待機しなきゃいけませんし、まあ、ポコちゃんというかね、飼い猫の世話もあるんで、今日はリモートですよ。僕なんかはまだ自宅で仕事ができるのでマシだなと思いましたよ。社会には様々な仕事がありますし、まあ、それこそ時給換算で、まあ、働いているという方からするとものすごいダメージになりますよね。しかも濃厚接触者に否定されて、自分はめちゃくちゃ元気なのにそれでもなんていうか働けないというか、外に出られないというかさ、やりきれない思いを抱えてる人って相当いると思います。ただこういうご時世だからこそ仕方ないとこう割り切るしかない、まあ、本当だから複雑なんですよ。コロナがもたらした社会的な損失は計り知れません。コロナっていう未曾有の事態が起きて、でさらに一人の時間が増えたからこそ考え込んで精神を病んでしまう人も結構多いんじゃないでしょうか。最近は渡辺裕之さん、そして上島竜兵さんの訃報もありました。コロナ禍も3年目です。もちろんそのコロナを防ぐっていうのは大事なんですけれども、そのコロナを防ごうとした結果コロナ以外の要因で亡くなる方っていうのもいるわけですし、まあ、対応はね、その様々考えていかなければいけないんじゃないでしょうか。上島さんの件は本当に驚きましたよね。まあ、だから上島さんがこんなことをするなんてっていう、まあ、反応も結構見たんですけども、まあ、やっぱりそのテレビにしろ何にしろ、その表面上見えている上島さんと、まあ、その内面の上島さんというのはやっぱそのギャップがあるんでしょうね。心からご冥福をお祈りしたいと思います。そして続きは生放送でやりますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。